ニュージーランドシンプルリス生活ようこです。今日はですね、フェンダルトンロードという通り、クライストチャーチの中心のハグレーパークから空港に行くまでの道の方を端から端まで走っていきたいと思います。はい、ここからフェンダルトンロード、今までハグレーパークの方でしたけどね、フェンダルトンロードで、ここはクライストチャーチでも高級住宅街と言われているエリアです。はい、フェンダルトンですね。まあ、昔からあるエリア、まあ、町の中心に近いこともあるんでね。なので、築年数100年以上のお家とかもポツポツあります。はい、あと大きな木もあるので、中にはプロテクトツリーって言って、その保護樹、切ってはいけない木とかもあります。はい、大きなねお家も多いんですけれども、それまですごく大きかったお家を、まあ、分割して、で新しいお家を建ててるっていうところもありますね。で、この右に、左手に入っていくとモナベールというね、公園、以前は個人の邸宅だったんですけど、今は一般に公開しています。はい、で結構大きな木が周りにあるんですけど、まあ、この辺はもうほとんどミリオン超えですね。1ミリオン超え、まあオークランドでしてみたらね、オークランドは平均価格が80万〜90万近かったかな。ニュージーランド、クライストチはまだ48万ドルぐらいなので、半分ぐらいかなので、でも1ミリオン超えっていうと、まあクライストチャーチ、クライストチャーチでは結構高級住宅ですね。はい、桜の花とかね、木蓮の花とか、今9月中旬なんですけど、結構咲き始めていい季節になってます。でね、お家選びの時ね、いろいろね、街中こうやって車で走ってもらうと、大体そのエリアのそのレベルというのかなが分かります。何を見たら分かるかというと、どれだけお庭の手入れをしているか、例えば、外壁もそうですけど、どれだけ手を加えてるかっていうので、だいぶ変わってきますね。やっぱり高級エリアは、お家のね、そのペン、外壁のペンキもちゃんと塗ってたりとか、あとお庭もね、綺麗に手入れをしていたりとかしてるので、そういうところを見てもらうと、そのエリアがどれぐらい治安の良さとかもね、分かります。あまりよろしくないと落書きとかですね。で、ここ今ここの信号を来ましたけど、ここまでがフェンダルトンロードになります。ここからはメモリアルアベニューという通りになります。はい、ここから空港までずっと続くんですけど、そこまでメモリアルアベニューという通りに変わってきます。この左手が、フェンダルトンビレッジ、フェンダルトンモールで、ニューワールドとか、あとはパン屋さんとかね、あと名車さんとかもあります。はい、ここもね、結構ゆったりとした、こんなに広々と一車両なんですけど、ゆったりとした通りで、ここはメモリアルアベニューという通りになります。ここも、ここはですね、学区はガールズハイ、ボーイズハイとバーンサイドハイ、バーンサイドハイは共学ですけどね、バーンサイドハイの3つの人気の学校をカバーしているエリアですね。だからすごく人気のあるエリアです。はい、でここがアイラムロードで、ここまでがガールズハイ、ボーイズハイで、ここから先はバーンサイドハイゾーン、バーンサイドハイだけのゾーンになります。はい、ずっとね、この幅すごく広いんですけど、ずっとこの一車線で行きます。なのでニュージーランド、クライストチャーチいらっしゃって、町の中心に行く場合はもうここ空港からまっすぐ行くともハグレーパークにぶつかるので、とても分かりやすいかと思います。でもずっと平らですからね。はい、でね、でもね、実はこう平らに見えていながらも、だんだんとなだらかにね、空港の方に向かって高くなっていってるんですよね。高さの高低差でいうと、昔はね大聖堂があったんですけど、大聖堂の高さとてっぺん と、空港の高さが同じぐらいっていうことで、結構高さあるんですけど、長くなだらかに
傾斜してるっていう感じです。だから車だと分かりづらいんですけど、自転車だと空港から町の方に行くのは結構楽らしいんだけど、楽らしいんですけど、帰り町の中心から空港は結構きついみたいです。はい、ここが今、グライアムロード交差してます。このね、右手も水仙の花が咲いてて、ここも綺麗ですよね。まあ今ほんとクラッシュチャーチ春で、お花が綺麗です。どこ行ってもクラッシュチャーチはね、本当に平らなので、まあ丘の上を覗いてね、なので運転はとてもしやすい、ですね。であとやっぱりね、なんといっても高い建物ないでしょ。この住宅エリアで、最高7メートルまでしか建てることができないので、ほぼ平屋か高くても2階建てなんですよね。でこの辺はもう全部電線も下に地下に埋まってるので、なのでもう空が本当に広く見えます。今ね、冬で全部枯葉が落っこってしまって葉っぱがないですけど、夏になるとね、この辺も葉っぱが生えてすごく綺麗になりますね。でここがバンサイドパークで、ラグビーとか、サッカーとかねやってます。でここもね、桜の並木が結構綺麗なんですよね。ずっとこうソメイヨシノがずっと続いてます。初めて来たのが1997年ですからね、もう今から23年以上前ですねあっという間です。でも20年って、それまでに、この辺はね、あんまり雰囲気は変わってないですけどね、やっぱり街の中心はだいぶ変わりましたよね。まあ、特にね、地震があって、地震後ね、古い建物とか高い建物がなくなってしまったんでね、もうね、もうすぐ空港なんですけれども、この右手に見える、ちょっと見づらいですけど、ここはラッセリーゴルフクラブといって、ゴルフコース、とてもね、いいゴルフコースですよ。グリーンが速いでもね、すごくいいコースです。はい、でここは昔はね、大きなラウンドアバウトだったんですよ。でも今は立体の、この立体交差点になりました。この交差点のね、陸橋が前はニュージーランドではかな、ニュージーランドで一番事故の多いラウンドアバウトだったらしいんですけど、ここなくなってね、それも改善されました。まあね、空港からすぐのところなので、ね、レンタカー借りた人がすぐに来て、この大きなラウンド、慣れないね、ラウンドアバウトがない国から来た人はすごく、ここに住んでる人でもね、慣れないと2車線のラウンドアバウトって結構ね、難しいんですけどね。なので、まあきっと事故が多かったと思うんですけど、今はね、事故減りました。はい、この辺もね、商業コマーシャルエリア、こちら左手の方もね、オフィスビルが建って、でこちら右手の方はショッピングエリアで、マクドナルドとか KFC、 ケンタッキーフライドチキンで、レストランだとか、あとはカウントダウン、スーパーマーケットもできました。はい、でホテルも、真正面ノボテルホテル、こちらも、何年前、去年だったかな、にオープンをしました。はい、もうここが空港になります。はい、街の中心からね、そんな遠くないでしょ、あっという間なんです。はい、で、まあ、ピックアップとかね、ドロップオフされる方、この左側のね、車線行ってくださいね。そうすると駐車場に入らずにピックアップ、ドロップオフをして出てくることができますので、はい、ここクラッシュチャーチ空港です。昔はね、こんなに大きくなかったですよね。こういう立体の駐車場もなかったしね。でもだんだんと、大きくなって、で、まあ、ホテルもね、目の前にできるようになりました。は
今はねコロナの影響で本数もだいぶね減ってしまって、日本にね帰る便もね今は週に1便しかないみたいで、昔はねあのそれもねオークランドからの出発ですけど、昔はね暮らしたやつ直行ってあったんですよね。でも今もうなくなってしまって、はい、ここがピックアップドロップオフのエリアになります。はい、なのでパーキングはできないので一時駐車しておくだけですね。国内線はね一応飛んでるのでね、はい、気温20度ぐらいまで上がるみたいなんですね。なので、まあ、クラッシュタッチはねあの真夏でも25度ぐらいかな、30度超えるともうあの皆さん夏バテ、30度超えることあんまりないんですよね、まあ、最近増えてきたけど昔はほとんどなかったんですよね。はい、この向こう、左に曲がっていくと南極センターがあります。でここ行ってまた戻っていくっていう感じですね。この辺だいぶ変わったと思いませんね。昔を知っているあのクラッシュタッチを知っている方、この辺も本当だいぶ変わりましたよね。昔何でしたっけ、あもう本当こう何にもなかったですよね。一般の家とかが、私の友達ここにこの辺の一般の家にフラットしてましたからね。フリースクールとかもあったんだけどなくなっちゃったんだね。このね真正面の立橋、あの夜になるとねいろんな色のあの照明、赤とか黄色とか赤とかピンクとかねパープルとかね綺麗ですよ。はい、ということで、フェンダルトンということでメモリアルアベニュー端から端までフェンダルトンロードも端から端まで通ってみました。いかがでしたでしょうか。はい、まあ、あの車だとどれぐらいでしょうね、15分ぐらいですかね、町の中心から空港まで、あのほとんど渋滞することは、まあ、朝とねラッシュアワーの時は少し車あの多くなる時もありますけど、基本ほぼあの渋滞なく行けるので、運転しやすいかと思います。はい、ということでこれからもクラッシュチャーチの道いろいろとねドライブして今どんな風になってるのかねお伝えしたいと思いますので、興味のある方ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは